解説には立花さん、そして吉田さんにお越しいただいてます、はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。いや、あと本当ここで言っていいのかどうかわかんないんですけど、はい、実は今回スクエアニックスの会長を呼ぼうと思って会長に声をかけたんですよ僕なんと、そんな会長すごくも好きなんであ、そうなんですね。そうなんです。へ、まあ、じゃあもしかしたらあの年末にあの、まあ、年末か年始に大概あのお食事誘ってもらうんですけど、で食べ行った時に久しぶりに麻雀の話になって、いや僕ら14で毎年放送やってるんですけど、いやマジ会長どうすかって、いやなんか打ちたい打ちたいって言うから、まあ、放送しますけどどうですかって。あと場所もあの会長の地下にプレイルームがあるんで、そっからやばいそれもそうそうそう、あのセラーとかもあるんで、やばい、勝手にお酒やべえそれやばいやばい、すごいですね。結構ね、結構粘ったんだけど、ダメでした。ダメでした。まあちょっとまた機会があったら会長に声かけたい。それすごいな。うん、そうなんですよ。ね、みんな興味あるだろうなと思って。ありますね。本気で声かけたんですけど。血抜かれそう。あげたら血抜かれそう。会長のイメージが赤木になってやばい。